みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回は私のですね、身体測定がですね、今週の木曜日、あ、今ね日曜日なんですけど、来週か、いやでもあと1日で月曜日になるから今週できますね。今週の木曜日にあるんですけど、これやばいと思いまして、今日はねちょっとカロリー少なめのダイエット食を作っていきたいと思います。いろいろ調べたんですけど、このね、これがイートのことでした。オートミール。なので今日スーパーに行って買ってまいりました、3袋どう消費しようか迷ってるんですけど、まあこれをね使ってちょっと今日はねハンバーグを作っていきたいと思います。6789 10ということで、でね、ハンバーグってことなんで、まあ材料紹介します。何見て作るんだっけ。クックパッド。はい、クックパッドを見てね作ります。まあ別に私が考えたとかではなく、ただしほちゃんがクックパッドを見ながらダイエット食を作るよっていう動画です。はい、なので皆さん、しほちゃんが考えたわけじゃないので、はい、一緒に作りましょう痩せましょうということで、まずね、卵をね、溶くらしいんだけど、今回ね、パパがいないので3人分、卵3つ割ります。私、卵割るの大なんだよね。私、卵割るの嫌いなんだよね。まあ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 、混ぜます。でね、この卵を混ぜたら次にボウルを使うらしいです。このボウルに豆腐とオートミールを入れましょう。だって入れますか。豆腐ってさ、1人分1個って書いてあったんだけど、さすがにこれ2個3個は量が多いかなと思って2個しか買ってきてません。水出るからね、気をつけて。頭良くない？先に水だけ入れる。水入れていいのそれ。うん、うん、オートミールが吸ってくれるらしい。あ、そうなんだ。うん、はい、ドーン。うわちょっと、ちょっと飛ばしてるよね、よくね。もっと丁寧に作ってよ。それな、それなじゃないよ。最近よく使う私、それなとかわかるってよく使う。今時の子やね。あ何、ママから忠告されたのに水をこぼしました。でしょ、水出るって言ったじゃん。それな、わかるママもよく使うよね。昨日ママはにゃって言いましたからね若者についていかなきゃいけないから、ね、昨日お母さんはにゃって言いましたからねまあそしたらオートミール、オートミールは 40g 量り器120かな、120入れてきます。あ、あぶね、私見えてなかったんだけどはかり、うん、まずかったらまずかったで仕方ない、仕方ない、食べる気はないんで。オーケー、120ピッカー、これを入れていきます。めっちゃ結構な量だよね、うん、えい、次で、次はよく混ぜましょう。取って混ぜます。箸で混ぜんの、安心混ざればいいんですよ。確かに。あら、コロンちゃんが応援に、可愛らしい、うんうん、私のことをそんなに応援してくれてるのかい。違ったみたいです違ったみたいです。違うよって、ママの隣に来たかったのって。違うよな、コロン。だってママの隣に、照れ隠しだよね。ママの隣に座ったもん。照れ隠しだよね。可愛いな。卵を入れて、再び混ぜて、おからパウダーを入れましょう。まず卵入れますね。うん。うわ、透明のね、容器にすればよかったね。なんか全然見えない。すいません、来た。大さじ2だそうです、おからパウダー、うん、これね、今日スーパーに行って買ってきました。こちらおいで、こちらおいで、こちらおいで、こおいで、まず大さじ1、
これ大さじかな、うん、2、OK あ、やばい、間違えた。えカラマウラを大さじ1入れて、その後に鶏ガラスープとおろしニンニクまで入れた後にもう一回入れるんだ、大さじ1。まあいっか、まあ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 、じゃあおろしニンニクとかも入れなきゃダメじゃん。あ、そうだね。おろしニンニク、今日スーパーで買ってきました。おろしニンニクは1センチ、1センチってどれぐらいだ。1センチこれぐらいじゃない。うん、オッケー。1人分が1センチ。あ、そっか。ちょっと3センチ。同じのあと2つ作る。お、完璧。おー、よくない。ちょっと見えるかな。見えてる。まあ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 。はい、次。めっちゃいい感じなんだけど。生姜が2から3センチだから6センチ作ればいいんだ。あ、色変わんない。そして鶏ガラスープ、これですね、家にあったやつ。一つまみさせていただきます。手につく入れ方よ。混ぜるらしいです。あ、これぐらいでいっか。なんか重くなってきた気がする。本当？丸まりそう？わかんない。丸まらなさそうだけど。マジ？まあ、いっか。お腹に入れば一緒っしょ。オッケー、完成。生地できました。わーい。やったね。じゃあ次。生地を4つに分けましょう。だって。これ12個。12個か。そんなにいっぱい？めっちゃ作っちゃった。そんなに12個分もあるの？12個分もあるんだけど。ビックリドンキー並みにするか、大きいの。あー、逆に大きくするってこと？うん。だけど、一か普通で、手のひらサイズでいくか。じゃあ、6個とかにすれば？ 12 個だとちょっと細かすぎるか。だよね。うん。見えるかな、なんか見えます、なんか大丈夫そう、これ。まあまあまあ、私に味だからね。味、そうだよ、料理は愛情なんだから。愛情だからね。じゃあ焼いていきます。はい、じゃあ焼いていきます。焼いていきます。はい、まずこのオリーブオイルをね、うん、大さじ3入れないといけないんだけど、はい、間違えた、大さじ3で大さじ1だった。小さじ3で大さじ1だから、小さじ3入れました。はい、はい、この中火らしいよ、知らないけど。知らないけど、知らんけどでしょ、しーちゃんの口癖。知らんけど、ママに言ったら突っ込まれそうだったから知らんけどって関西の人が使うんじゃないの。いや、私知らんけどって言っちゃうよね。言っちゃうよね。なんでだろうね。めっちゃ関西弁だよね。焼きましょう。はい、じゃあ焼いていきましょう。あ、もうくっついてるの、これ完全に。ねえ、なんか形大丈夫？ねえ、大丈夫？なんかパーツの塊みたいになっちゃったんだけど、これ。ねえ、大丈夫？取れないんだけど。食べられる？食べられるわ。あ、うわー、ちょねえ、下手くそすぎじゃん。ねえ、ハンバーグだよね、これ。できるじゃん。そぼろって切れちゃった。そぼろご飯だね、もうね。あ、そうだね。お米なの、これ。あ、お米として食べる。なんかもうこれ形が見えないんだけど、はい、大失敗じゃんじゃん。ねえ、大失敗じゃん。あの1個のでっかいさ、はい、ハンバーグにしちゃう。あ、もう完璧。あ、それがいいんじゃない。ねね、のでっ、私天才かもしれない、ちょっと、うん、やった、お風呂が沸くって。やったね、嬉しい。もうどんなハンバーグができるか、じゃあお楽しみに。やっぱりこれさ、びっくりドンキー並みのハンバーグになっちゃうもんな。ね、はい、ということでできました。もう結局もうハンバーグってより何これ、お好み焼きみたいなこのね、あの肉に、肉っていうかまあオートミールと豆腐にチーズ乗せて、あとオーロラソースをかけました。じゃあ食べてみてください。いただきます。
ど意外とね個体だわ。お餅たちの個体、うん、もうお好み焼きだなと思って。もいただきます。正直にね、美味しいよ。美味しい、うん、どんな味？ハンバーグ？お好み焼きみたいな。いや、お好み焼きなんだ、どっちかっていうと、うん、豆腐のお好み焼きみたいな味。めっちゃ美味しい。マジ？ダイエットに良さそう？うん。ちょっとね、ハンバーグっていう感じじゃなくなっちゃったんですけど、ただ、トロラソースがカロリーすごく、うん、すごいかな。あー、確かに思っちゃうけど、美味しい美味しい。うん、何トロラソース？このソースのこと。でもさ、肉もご飯も食べなければ完璧だね。完璧だよね。これだけでお腹いっぱいになりそう。なりそう、美味しい。はい、じゃあね、後で、後でっていうか、じゃあ続きはのんびり食べたいと思います。はい、かママもリミもいただきたいと思います。はい、はい、ということで今日はね、ハンバーグを作ってみました。オートミールとかね。はい、ということで、それではバイバーイ。本当にしほちゃんの性格が出た動画でしたね。もうママはもうええっていうことばっかりでしたけど、まあ全てね、しほちゃんが一人でやるっていうことだったんでね、あまり、はい、ママは 手助けしてないですけど、ね、焼くのもずっと一人で。そう、頑張りました。頑張りました。バイバイ。まあ、味がね良ければオールオッケー。バイバーイ。バイバイ。